洗濯機の線の水漏れで困った時の件で、これ調べてやったんですよね。アマゾンで検索したら出てきまして、要するに水がピャー電圧なんですよ。これがめっちゃ良かったんでご紹介させていただきます。で、古い感じに見えたんですけども、これようあるやつですよね。水道にネジでグリグリして、これ後ついとんですよ。めっちゃもう穴開くぐらいなんですよね。で変えようかなーっていうことで今回の商品にねさせていただきました。でこれを取ると、この器具で、なんでしょう、このいかつい器具でしょうね。回すんでしょうね。まあ回した後ですけども、で外しまして、で先ほどのね器具をつけるんですよ。でこれ水漏れチェックもしてます。水は出てません。でこれなんでしょう、水もポトンポトン落ちとんですよ。これが新しい器具です。これを差し込むと逆止弁とかありまして、まあ一切漏れません。つけました、頑張ってつけました。まあ綺麗ですよ。そして洗濯機の線もつけました。で慌てないでください。しっかりと最後のチェックもしまして、これで漏れません。